ップになる前に言ってくれたよね。私にできることなら何でもするって。ですが、私は教師ですよ。学生とそんなこと。仲いい奴に避けられ、彼女に振られ、3日でこんなに変わるのかと思った。別に先生のせいじゃないけどさ。わかりました。ですが、今回限りです。これからすることも忘れてください。わかってる。こんなことお願いするのは、これが最初で最後だから。こっちも終わりました。坂下くん、最後に一つだけ。こういうことはこれっきりですから、ね。約束は守る。先生へのお願いはこれで最後だ。明日からはいつも通りに。それじゃ、私は行きますね。あなたも下校時刻なんですから、早く帰るように。わかってるよ、それじゃ。まったく人のいい先生だ。ちょっと待ってください、坂下くん。ああ、花森先生。何か用？何かじゃないです。さっきの授業の課題、あれは何ですか？先生がモデルの人物画のこと？それはわかりますけど、見たままを描くのに、どうして、裸なんですか？心の目に映った先生を見たままに。そんな目はすぐ閉じてください！あんないやらしいポーズに、胸だってあんな。胸って、95の G でしょ？サイズ。ぴったり当てないでください。言わなきゃいいのに。もう、いつもいつも先生をバカにして。してないよ。立派な大人だって思ってますって。そういうことは胸じゃなく顔を見て言ってください。もう。教師なのに、いくら濡れ衣での定額を止められなかったとはいえ、学生の。ああ、ここにいたんだ先生。どうしてここに坂下くんが。ああ、お願い。それは昨日の。私を脅迫するつもりですか？昨日より楽しいことをしたくてな。ひどい。あなたがこんな卑怯なことをする人だったなんて。定額処分なんて目にあったんだ。このくらいの見返りは欲しくなるさ。今夜職員室で待ってろよ。私はまたあんな風に。これはいいな。教師のくせにエロいことするために学生の制服着てるとはな。あなたが着ろって言うからです。教師なのにこんな格好をして。私。そこのベンチに乗って尻を突き出せ。はい、わかりました。わかりました。やりますから。